皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。前回はアムロレイ君の、まあ、見事なまでのストーリーが終わったんで、今回はこの変態仮面シャーアズナブルさんを行こうと思います。私を誰だと思っている変態仮面です。で、今回からゼータのステージになるんで、まあ、百式で行こうかということで、こいつね、大気圏。まあ、ぶっちゃけ内容は、あれよ、神湯編の1ステージ目と一緒。ただ変わっただけ、百式。はい。あ、素晴らしいです。一年戦争と呼ばれるやつですね。ここね、飛ばしていいか。もう、ここ壮大なネタバレです。シャアでした。クワトロはシャアでした。はい、クワトロバジーナと名前を変えたんですね。かっこいい名前だね。戦争終了とともに戦王の度合いを戦王の度合いなんて言葉は使ったことないぞ。賢くなった。戦王ってなんだろうね。横暴大柄みたいな感じかな。増長してきたみたいな、そんな意味だろうね。後で調べよう。漢字も強くなるこのゲームは。今の私は何だって鍛えられるな。クワトロバジーナ対はい、それ以上でもそれ以下、好きだねそのセリフ。ちょっと使いたかっただけだろうな今。我々ウーボはこれより地球連邦軍ジャブロー降下作戦を行う。これはもう毎度おなじみだね。ジャブローは毎回出てくる。ティターンズが邪魔してくるんだ。やいのやいのしてくるわけよ。そういうことだね。そう、まずここが違うよね。これさ、実際はあれじゃん。実際とかテレビではさ、黒のリック・ディアスで2人が、でクワトロが赤のリック・ディアスだったじゃん。だけどまあリック・ディアスがプレイヤーキャラにないから百式になってるんだけど、分かりました。劇場版ってこうなのかな。劇場版ね、なんかあんま覚えてないんだよね。見たはずなんだけど、ゼータの。そう、本来テレビバージョンではこの時百式持ってないから、ジャブローに降りて、あの何、あの納品されたからさ、まあ、そんな感じで思いつつさ、ね、結構 SP が強いんで、まあ、プレッシャーもいいかな。あのね、こいつ百式は超ファイト型なんでね。オーラバーストなんだ。あー、通常か。通常のダッシュで、あーだこうだね。まあまあ、これでいくか。装備もまあ、これでいこう。あんまね、装備持ってないんですよ。まだ。持ってないから。これしょぼくない？このガンダリム合金。ディフェンス1ってもう外れもいいとこだろ。なんでも人によってこんなに違うんだ、性能が。まか不思議である。ムムンチョ。はい、ということで、行きましょう。戦闘開始。まあ、やることはしよう。まず、エマチを助ける。そっから。かっこいい、百式。クワトロバジーナ。大好き。マジかっこいいよね、これ。目立ちすぎだろ。我々はジャブロー降下のため、これより大気圏に突入する。なんであんなところにエマチは一人でいるわけ。ふざけてるだろこれ。離れてしまったエマチを。なんであんなところにいんねんと。ジャブに乗りかければ。これはちょっと問いたださないといけないぞ。危険だって言ってるでしょ。小一時間。聞こえるわけはないか。なんでそんなところおるんやと。おちょくってるとしか思えないよ。百式はね、こうかなり移動が早い。多分このゲー、今回の動画シリーズでは初お披露目じゃないかな。SP 技はね、よく動くから、まあ、ちょっと狙いにくいわな。通常もね、結構速いし、俺は結構強いと思ってる、こいつ。とりあえずかっこいいでしょ。何よりかっこいい。ただね、あの振り向き打ちがないのよ。百式といえばあの振り向き打ちじゃない。あの、脇から、ビームライフルを撃つっていう。大丈夫です。ガンダム VS ゼータガンダムでも再現されてた。あれはね、確かないんだよね、今回。よし、一応ね、チャージ2がそれっぽい動きではあるんだけど、これ。まあまあ、多分これなんだろうけど、もうちょっとバックを撃ってほしいよね。これが多分再現してるんだろうけどさ。強いぜ。で、これ、レビューさんが、これなのよ。ハイメガランチャーだっけ。これが割と使える。これをただこれを有効に使うには射撃をね、ショットを上げないといけないんで、ちょっ
ょっとパーツの配置が変わってくるもうなんか敵やワンサが出てきたからちょっと島釣りに上げていこうぜっていう。ここは勝てえなやっぱ75だと75で3。まあこういう時はもう出し惜しみすることなく、なんちゃんどっから出てきたのか知らねえけどよ、4次元ポケットだよ。反転したら出てくる。どこにしまってるのや。これを有効に使っていこうっていう。わしや、わしがやったんや。オッケー。で上がね大体ピンチになるから、アポリーかロベルトかなんかピーピコパーピコ言うてくるから、早い目早い目にこう行って、今回スピード重視よ。スピーダー窪塚で。まあこの辺は敵も弱いしエリアも弱いし、ちょっとザコが、ザコの集まりが悪いな今回も。何を突っ立っとるやんお前ら。合いびきか。敵同士惹かれ合うものがあったのかもしれん。ちょっと敵の集まりが悪いんで、おい。あ、お前、根も切っちゃったよ。緑だったからお前ザクかと思ったじゃねえか。オッケー。で、真ん中を処理しつつ、左上も行かなきゃなんない。忙しいんです、今日は。そうでしょ？頑張ってんだよ、俺も。お、敵はいねえぞ。おれ、これがガード崩し、この、ライダーキックは。ちょ、撃つ場所間違えたな、ここ。全然いねえもん。来た前、あ、来た来た来た。ワンサー来たわ。いいぜ、これ。ケツからいっぱい入ってきた。あ、いいね。あれ、そんな入ってきた。あ、こっちか。迷宮システム全然たまんねえな、これ。もうちょっと無双増加量あってもよかったんじゃない？まだ捨てたものではないよ。ほれ、よし、左上行こう。こいつも変形しないからちょっと移動はね難ありなんだけど、難ありではあるが、まあまあスピードは。エマチ何をしとる。じゃあ後でエマチ助けに行こう。エマチね、ほんと気抜いたらすぐやられるからね。ハードモードだと。ノーマルモードでも割と弱えから。2だとなんだっけ？あ、これ最後ドドンパか。ドドンパで終わる。2も割といいかもしれない。格式俺結構強いと思うけどな。どうだろう。皆さんの評価いかがですか？まあ、あれだな。なんでこんな金色にしたのか、なんか理由があったんだよ確か。ちゃんとこのガンダムってなんか裏設定だけは凝ってるから、まああの後付けの裏設定だけは。だから100式もなんか金色の理由があったんだけど忘れたわ。まあまあ後付けだなっていう感じの理由でした。エマチスピードは足らんぞ。ついてきた前俺に。これよ、この動きよ、この無駄な動き。これができんと、この戦争、グリップス戦役、戦い抜くことはできんぞ。お主、分かった。まあ、戦い抜けなかったんだけどな、この女。壮大なネタバレ。死んでしまいます。まあ、ゼータの登場キャラはほぼ死にます。はい。ゼータで生き残ることは、不可能に近いです。ゼータに出演してしまったが最後よ。もう死を覚悟した方がいい。拾えます。このコンボが強いよね。ガンガン拾える。敵と割と密着してくれるから、範囲が広くない分密着してしまう以上案外耐えてくれるっていう。さあもうちょい集まってくれねえか。エマチュイって俺だろう、頑張ってんの。褒める相手、やっぱ女の社会があるんだろうな。褒めなきゃなんないっていう。まあいいけど。もういいよ、いじけてないよ、僕ちん。褒めてもらえなくても。アポチ、何をしとるんや。いいセリフ、声がいいよね、アポチ。アポチかわいい。鼻がかわいいんだよ。ジャムおじさんみたいな話してる。おいしいパンを作ろう。生きてるパンを作ろう。ここ狂気じゃない？
生きてるパンを作ろうって常人の考えじゃない。狂気にとらわれてる。赤ちゃんは裸で生まれてくる。とんでもない歌詞になっております。おい、アイテムは拾えねえじゃねえか。なんで出てこないの。アイテムランダムなのかな。なんか落とすときと落とさないときあるのよ。ありがとう、エマチ。エマチだけだよ、愛を込めてくれるんは。あとの女は何もしてくれない。エマチは分かってるな、男の扱いを。偏見官庁も取り組みしたからな。この女、なかなか男の玉を手で転がすのが得意なやつよ。神地、神地も褒めてくれてる、ありがとう。やっぱ強いやつに褒めてもらえると嬉しいよね。認められたんだっていう自己満足感、達成感が得られる。悲しい。このゲームで満足感を得ているようでは人生まだまだ。悲しさを感じた今クムズカ喋ってて。悲しい、非常に悲しいだった。さあ、お前はアイテムを落としてくれるのか。どこにいるんだ一体。出てこい、はにかんでないで出てこい。そんなとこに隠れてたのか。影から俺を見ていたこいつ。純情な、純情な乙女かもしれない。さあどうだ。おわ、落とさねえ。これ多分カクリコンからしか落とさないパターンだな、ね、さあ降下したまえ君たち。でこっからまたね、冗長な時間が続くんですよ。続いちゃう、うれ。ここから降下までしばし、しばしお待ちをタイプ。なんかエバってたなあいつ、まあ、確かにな、メカニックがいてこそ成り立つっていう。ドライバーだけじゃ成立しない世界ではある。しかしああ言われると尺に触るところはある。さあ話すことがなくなってきました。この時間なんとかして、これ敵もいなけりゃイベントもない、エース機もいなけりゃ展開もない。これはね、プレイヤー殺しの時間ですよ。結構ね、これ動き凝ってるんですよ、この敵のキャラクターも。かなりね、この何モビルスーツの作り込みは僕いいと思うんですけどね。それにもいろいろもったいなさはある、このゲーム。もうちょっとこいつらにも焦点を当ててほしかった。使えないからね、こいつら。ただの雑魚でしかない。使えないキャラが多いんですよ。使えないっていうのは、その役に立たないって意味じゃなくて、単純にプレイヤー、モビルスーツとして使えないのは、敵としては出てきてもね、もったいないよね。その点、この次回作ではかなり使えるみたいですよ。だからやりてっつってんだよ、早く。俺にガンダム武装2をやらせてくれ。よし！時間なの？関係ないか。敵に構わず、モビルスーツ隊は地中に降りろ。エマキ、おー、みんな行っちゃって。まあ、あれよ。あいだ、やばい。イヤホンが落ちた。どうしよう。何も聞こえ。耳から何の情報も得られなかった。まあ、あれよ。カミユ編と一緒で。カクリコンとジェリドが、ちょっかい出してくれ。またんかい。よし、アガマ待つよ。今日の窪塚待つよ。はい、あの、ブライトはもう逃げちゃう。家に帰っちゃった。ガンダムマーク2は出ているかつって出てくるんだ、あいつは。私もまだ捨てたものではない。まだまだよ、オタク若いんだから。ガンダムマーク2は出ているか。これこれ。このセリフ好きなのよ。もうほん、追っかけの女子よ。マーク2のケツしか追ってない。なぜ当たんなかったの。だからこそチャンスだって言ったんだろ。おれ、つばぜり合いの後の SP は痛いぜ。減るね、これぐらい減ってくると気持ちいいんだけどな。でこうゲージ回収がてらジェリドもこうやってちょっと出すと。隔離、隔離どこ行った。おれ、ガードしてるのかお前、生意気ね。でもほら、これだとあんま効かないんだよね。まあ、タイマー持っていくか。やるな、お前。俺の攻撃を耐えたらと。アメリアー、かわいそう。女の名前を最後に呼んでるようでは、この男の世界勝てないぞ。
アイテム1個か。あれ、もう1個ゲットしたかな。覚えてねえや。まあ、このジェリトン弱いんで、ステージ2ということだけあって。ほいほい。ほいほいほい。いいよ。はめれる。はめぽよです。それ。効かねえな、やっぱ。ショット上げないと。火力は低い。これで済むなら安い。結構いいダメージソースであると思うんだけど。終わり。なかなかスマートじゃなかった。百式強いっしょ。かっこいいんだよ。俺も百式になりたい。体に金粉を塗るか。百式になる人生も良かったかもしれない。そして前と確か一緒じゃないかと思うで。バリュートなしでそんなに持つのか。隔離ゴン、これ以上は無理だ。バリュートを展開したらこちらがやられる。もう一回見るか。これまでこのムービー好きなんだよね。いいジェリドメ弱気な。そんなことじゃ打てん。しかし情報不足だよな。ちゃんとメガニックも伝えといて、なあ、伝えといてやんないと。オートマチックであるということを。オートマチックか。これではやられる。もっと離れていれば撃たれなかったのに。かわいそう。うわうわアメリア。2回目のアメリアです。2回死んだ。2回女の名前を呼んだ。アメリア可愛かったな。今日の隔離婚も可愛かった。明日の隔離婚はどうかな。ということで、おー、デルタ、しょぼし。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。